どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はデスは必要、前衛武器を使う時のデスの考え方となります。前衛を使っていると常に付きまとってくるのがデス数ですよね。少ないに越したことはないですが、難しい課題です。デスを抑えるなら慎重に動けばいいだけですが、それで試合が勝てるかというと何とも言えません。そこで今回はスパッタリーの視点でデスの必要性について考えていきたいと思います。本作はサブを投げる戦法が流行っていることもあり、慎重な動きが多いですからね。改めてその影響やデスの必要性などもまとめていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず前衛のデスについて考えてみたいと思います。デスについては何かと悪い印象がありますよね。 X マッツをしていても10デス以上する人はよく見かけます。ですがこのデス数って必ずしも悪いのでしょうか？答えは正直わからないっていうのがあります。それはデス数が多くても試合の勝ち負けが必ずしも決定してないからです。デス数が多かったとしてもルール関与を徹底していた場合、試合に勝つということはよくあります。もちろんデス数を抑えていればもっと余裕を持って勝つこともできたかと思うかもしれないですが、その試合ではそれが正解と言えます。結局は試合の勝ち負けによってそのデス数のいいか悪いかは決まるんですよね。逆にデス数が少ない前衛を引いたとしても対面拒否のボム投げだった場合、勝てないこともあります。本当わからない部分なんですよね。デス数は印象が悪いこともあり、晒しの対象だったりもするので何かと不安な要素です。さらにいろんな人がデスはしたらいけないという生存意識の高さの影響もありますし、何かとデスに厳しい環境だなと思います。ですがスプラのゲーム性は復活を何度でもできることが可能なので、デスのリスクと引き換えにリターンを得るチャンスもあると言えます。そういった意味ではデスというのはチャンスを潰れた回数であって、必ずしも戦犯というわけではないと思います。ただデス数が多ければ一度冷静になってメモリープレイヤーなどで反省などをすればいいだけかと思います。過去にですが、数値的には先輩扱いされるチャーがいたのですが、メモリープレイヤーで見直すとルール関与で試合に貢献してました。この人いなかったら勝ててなかった試合だったので、数値だけでは測れないんですよね。まあ、そのこともありデス数イコール悪いではないと思ってます。ではデスについて僕個人の考え方を話したので、細かくデスのことについて話していきたいと思います。デスについてですが、回数よりもその質によるのではと思います。絶対にデスしたらダメなシーンってありますよね。ですがそんなシーンはデスするかどうかギリギリの場面が多いです。そのため回数よりもその1デスが試合を左右すると言えます。逆転負けとかはこれに当たるのではないかと思いますね。では具体的にダメなシーンを挙げてみたいと思います。味方が1デス以上の状態の時、打開の時に1人で突っ込んだ時になるかと思います。これ以外のデスに関しては試合中で対面していると起きることなので、この2つになるかと思っています。要は試合のカウントが大きく動く可能性がある場面ですね。1に関しては2枚落ちでルール関与の定石を防ぐためです。2に関しては味方と合わせる場面で暴走している時ですね。どちらかカウントに大きな影響を与えます。このようなシーン以外は基本的に試合の展開を作るための行動になるので、攻めた行動ならありなデスだと思っています。前衛をしているとデスが繰り返されるので感覚が麻痺してくる部分ですが、重要な場面でデスしないかは一度見てみましょう。先ほどはデスしたらダメなシーンについて話しましたが、内容によっては必要なデスになることもあります。例えばですが、敵を2枚落として人数寄りを作ってデスした、ルールの先を抑えるために先陣切った、この2つの場合は仕方がないデスというところになります。デスする前の行動目的も明確になっています。1の場合は人数有利のご利用しを作ろうとして起きたことですね。最悪相打ちなら試合は動きづらいです。とにかく相打ち以上ならまだ味方の負担にはなりにくい状況です。ただこれが連続だと辛いですね。
2についてはカウントを進めるための完全確保の行動となるため、むしろありがたい行動になるかと思います。潜伏している敵に気づかずチーム全員が進んでいた場合、ワイプアウトが狙われる可能性があるからです。そうなると前線に早めに上がって安全確保しようとした動きはある意味味方に忠告ができるので大事な行動とも言えます。ただ味方との距離感が近いと壊滅する確率は上がるので、タイミングはかなりシビアな動きかなと思いますね。どちらもデスした前提で話をしていますが、このシーンは生存すれば基本チャンスにもなります。なので相打ち以上にしたいのがありますね。最後にですが、個人的には考えた行動のデス回数は経験値になると思っています。デスに関しての価値は正直これに限ると思っています。デスを全くしないプレイヤーというのは正直いないですからね。どちらかというと次に活かせる考えを持って行動に移せたかどうかになるかと思います。ただ闇雲に突っ込むだけでは成果も何もありません。ですが味方の位置や状況を把握した上で行動したのであれば経験値が蓄積されます。ここがデスする上で大事だと思っています。デスした理由を考えた時にイノシシ状態だと何も反省できないですからね。考えての行動は大事です。またこれはボムっぽい環境でも言えます。悪いこととは言いませんが、デスを恐れるあまり後衛よりも後ろで投げる傾向があります。この時にデスする見方をよく見かけますが、結局打開が運頼りなので失敗した時に何も身につかないんですよね。それよりかは知恵を絞った行動をした方が後々成長につながります。こういったデスを増やす必要があると思うんですよね。デスの質を上げるためにも立ち回りを考えてみたり、思考を巡らせて行動してみるといいかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。デスは必要、前衛武器を使う時のデスの考え方はいかがでしたでしょうか。今回はデスについて話をしましたが、前衛武器においてデス数は抑えたい行動の一つですよね。ですがリスクを犯さないと試合が動かないこともありますし、ギリギリの攻防が必要になると思います。デスの質を上げて次の動きにつながるような思考を固めていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。